ヘビに、ピアスは、日本の小説家、金原みの小説であり、当人のデビュー作である。第27回、スバル文学賞を受賞し、スバル2003年11月号に掲載された。渡谷理沙の、蹴りたい背中と共に、第130回、芥川龍之介賞を受賞した。2008年9月20日、作者本人の意向を受けて、 皆川幸男監督による映画が公開された。芥川賞の選評では、細部描写の秀逸さと、派手な道具立ての裏にある物語の純粋さが評価された。選考委員の石原慎太郎は受賞作発表後の記者会見において、この回の候補作全体に対して否定的見解を示し、今年は該当作なしでも良かったんじゃないかと前置きした上で、それでも、 同時受賞した2作品の蹴りたい背中と本作からいずれかを選ぶならば本作を押すとしている。なお、単行本化にあたり結末部分が改定されているが、その点について福田和也や関川夏らが改定前の方が良かったと指摘している。類は天のスプリットタンに引かれ、柴さんの指導のもと自分の下にもピアスを入れる。さらに柴さんに 背中にキリンと竜の入れ墨を入れてもらう約束も取り付ける。しかし、アマと喧嘩した暴力団風の男の死亡記事を見てから、類に不安が襲い始める。ギャガコミュニケーションズの配給により2008年9月20日日本公開された。吉高由里子は本作が初主演映画であった。r 十5指定。キャッチコピーは、十九歳、痛みだけがリアルなら痛みすら。 私の一部になればいい。スプリットタンをはじめとした身体改造はすべて特殊メイクと CG である。生きている実感もなく、あてもなく渋谷をふらつく19歳のルイ。ある日訪れたクラブで赤毛のもヒカン、眉と唇にピアス、背中に竜の入れ墨、蛇のようなスプリットタンを持つ、アマと出会い人生が一変する。アマの入れ墨とスプリットタンに興味を持ったは、 しと呼ばれる男が手術を行っている怪しげな店を訪ね、下にピアスを開けた。その時感じた痛み、ピアスを拡張していく過程に、甲骨を感じる類は、次第に人体改造へとのめり込んでいくことになる。女の方が痛みに強い、粘膜に穴を開けると失神する奴がいるという、店長のしも全身に入れずみ、顔中に、 ピアスという得意な風貌の掘り師で、自らを他人が苦しむ顔に興奮するサディストだと、語った。下にピアスを開けて数日後、ルイとルイの友人は、夜道で、暴力団風の男に絡まれる。それに激高したアマは、相手の男に激しく、暴力を振るい、男から二本の歯を奪い取って、愛の証だと言って、ルイに手渡す。アマやシバと出会う中でルイは、 自身にも入れ墨を刻みたいという思いが強くなり、芝に依頼して、背中一面に竜と麒麟の絡み合うデザインの入れ墨を彫ることを決めた。画量転生のことわざに従って、麒麟と竜が飛んでいかないようにという願いを込め、ルイは芝に2匹の瞳を入れないでおいてほしいと頼む。姿勢の代償として芝はルイに体を求め、二人は入れ墨を入れていくたびに体を重ねるようになる。 一方でルイは、アマが暴力を振るった、暴力団員が死んだというニュースを目にした。アマが捕まってしまうことを危惧したルイは、アマの髪をアッシュに染め、入れ墨が見えないように長袖を着る用意つける。その事実を全く知らないアマは、何の疑いもなく、ルイに従った。ルイが開けた、下ピアスは徐々に拡張していた。ピアスの穴を広げていく中、シバは無理に、 ピアスホールを広げると炎症を起こすと忠告する。その忠告をよそにルイはさらにピアス穴の拡張を続けた。姿勢の完成と同時にルイは自らの生きる意味を見失い、アルコールに依存。自分が生きていることを実感できるのが痛みを感じている間だけだと気づいたルイは、アマとシバ、どちらが自分を殺すのだろうかと想像を巡らせるようになる。そんな中、警察から、 芝の店に竜の入れ墨をした赤毛の客を教えてほしいという連絡が入った。イ柱を切り通すが不安に襲われながら日々を過ごすことになる。ある夜、雨は突然行方不明になり、イは呆然とする。警察に捜索願いを届けようとするも、イは雨の本名すら知らなかったのだ。数日後、行方不明となっていたアの無残な死体が発見されたと。 警察から告げられたルイ。アマの遺体には無数のタバコを押し当てた跡があり、陰部にはエクスタシーというお香りが差し込まれていた。警察官からアマはバイセクシャルだったかと尋ねられ、アマが何者かによってレイプされていたことを察するルイ。アマを殺した犯人が見つからないことを激しく、求断する。アマの死後、生きる気力を完全に失っていたルイのことを受け入れたのは芝だった。 芝の家に暮らすようになり日々を送る中で、ルイは、天の陰部に差し込まれているお香りが、芝の家に置いてあること、そして天の体に押し当てられたタバコが、芝が吸っている銘柄と同じであることに気がつく。ルイは天にもらった2本の葉を砕いて飲み込むことによって、天の愛の証を体に吸収したことを実感する。そして、芝にキリンと竜の瞳を掘り込んでもらうように頼み。 シはそれに従った。ルイは下のピアスを拡張するのをやめる。スプリットタンは完成せず、ただ下には大きな穴が残り、ルイは数とピアスと入れ墨が自分にとってどのようなものだったのか、その答えを知るのだった。映画、ドラマに活躍中。コーラ健護出演のおすすめ映画15本。 シーン画像ありライブドアニュース原作の描写が忠実に再現されているため、ありがとうございます。